納得してないよ。危なかったです。ものすごく危なかった。本当に
死ぬかと思ったですが大丈夫でした。ありがとうございます。その上空の助けに入って今日がなんと4月最後、4月29日です。4月最後の収録演舞と、はい、まあ、9回目やってまいりましたけども、驚きすぎていつもより見てないこれね、4月29日といえばもともとは武将サミットだあったんでしたね。はい、まあ、その流行り病の力っていうのはものすごくて、まあ、泣く泣く我らも延期をしたと、いうことでございますけど、我らとしてもやはりこの日はやはり感慨深い、特別な日だ。そして明日、この明日4月30日はとても大事な日ですね。さよう、我ら青い武装隊の決戦でございます。やりたい。そう、明日でなんと我らグレートイエスと青い武装隊は9周年を迎える。すごいですよ、9周年ですよ。すごいことです。10年目ですから ね。そして9周年、明日で9周年、今日収録M9回目、はいはい、このめでたき、なんかこの巡り合わせに何か我らしなければならないなと思って、はい、実は一つだけ仕掛けを用意しておったんですよ。何でしょう。直政、説明してあげなさい。いやいや、多分みんなは気づいておらんでしょうが、その、この4月中ね、4月4日から始まった9回の我ら収録演舞でございまするが、実はですな、東久寺の坂井殿の第一声、これの頭文字を全て合わせるとあるキーワードが浮かび上がって、あらあらあら、気づいてました。9文字ってこと。9文字、まあ、今日を含めて今日のは分かりますもうだめ、掘り返さないよもしかしたらあまりに怪我したらカットするかもしれない。あれはカットできない。あれカットできない。ナイス。そう、そのキーワードを送るとなんとプレゼントがいただけるという企画でございます。すごいね、青い武将隊9周年特別プレゼント企画ということでね、そういうのをみんなで考えて用意しました、はい、ね、で、何がもらえるのかと、実はですね、グレートイエスと青い武将隊の3つの詰め合わせ、詰め合わせだけでなく、なんと特別全員からの顔の入った色紙がもらえるか。すごいことです、これは。しかもまあまあ、そんだけすごいわしらとしても力入れて用意したものですから、抽選で5名の方に、抽選で5名限定なんです。どうだ、はい、5名です。はい、何ですか。え、何、9じゃねえのかよ。9も来て、あ、もう5です。それは品が足りなかった。ちょっともうここは5です。ここは5なんです。そんなね、いいじゃないですか。9ばっかこだわるってのも良くないですよ。そんな、そうなの、そうなの、9にばっかこだわるのも良くない。で、行きましょう。5名の方に抽選でお送りいたします。はい、というもので、じゃあどうやって応募すればいいのか。いい、青い数字の9、応募アットマーク gmail.com。 いい、そう、ここ出てるはず。AOI 数字の9、OUBO ね、で、アットマーク gmail.com、 このアドレスに5月6日まで、5月6日まで受けたまわります。応募の瞬間中、氏名、住所、キーワード、この3つをご記載の上送ってちょうだい。はい、もう完全な無料ですよ。郵送費とかも全部こっちで持ちますから、はい、わしらでね、やべえ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 、大きてかもしれない。そんなね、一銭も払いたくないって人でも応募していただいて、やべえ、言い方やめなさいよ。ただ欲しいって気持ちがわしらにとってはクワイストレスだから。何言ってんの、いい、どうしたんだ。9回目で頭おかしかったの。もうさすがに疲れてます。はい、ありがとうございます。ね、という特別な企画をやっております。ピーということは、みんな何すればいいか分かるか。第1回から第9回までもう一度見直して、わしの第一声の頭文字をつなげてみるんじゃ。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、これで応募がたくさん来てくれるといいですね。はい、応募数4とかだったら最悪ですから、5億まさかの定数割れですそうなったらわしが自分でアドレス作って送るいやいや、これもかっこ悪いですから大丈夫です。はい、ということで、一応まあ一区切りですかね。我らの収録演舞は本日9回目をもって一区切りとさせていただきます。それではこの一番最後です、最後の最後です。はい、拳を掲げて皆の衆、殿が勝ち時で遊べとおっしゃられたら、
えいえいおーと3回でそのまま続けて殿が徳川っておっしゃられたらイエーイよし、これを合わせてまいるよ。最後じゃ元気にまいろう。よし、殿お願いいたします。では拳を掲げよう。心は共にある。勝ち時じゃ、それ。